さあバイデン大統領が日本にやってきました。日本の警察車両はどんな活躍を見せるのでしょうか。窓がないよ。掲示板がついてるよ。もよろしくね。危ないことが起こらないように日本の警備車両がいっぱい集まったよ。頑張って。実際に活躍する姿を見て一緒に乗り物博士になろう。警察の車モリモリだよ。バイデン大統領はこの桜田門から出てこられるそうです。こちらが警視庁です。警察官が街を見回ります。怪しい人はいないかな。よろしくお願いします。警らパトロールカー、皇居の警備を終えたパトカーが桜田門から入ってきました。お疲れ様です。警視庁に帰るのかな。バイバイパトカー。狭い道も走れるよ。はじめまして。ミニパトロールカー。機動隊の活動をまとめるよ。マイクがついてるね。もよろしくね。現場指揮官車。バイデン大統領の警備のために集まった機動隊の活動をまとめるよ。頑張って。バイデン大統領がやってきた。パトロールカーと覆面パトカーが道を先導しているよ。バイデン大統領は旗がついている車のどちらかに乗っているよ。どっちに乗ってるんだろうね。どっちかわからないようにするために2台走らせているんだって。交通ルールを取り締まるぞ。白バイ、交通規制が解除されたら白バイたちが一斉に解き放たれました。 1,2,3,4,5 5台もいるよ。さあ交通ルールを破る人は捕まえるぞ。キュートクッって書いてあるね。特化車両隊の車だよ。他にもいろんな種類の車があったよ。交通ルールの取り締まりを仲良しの白バイくんとしていたよ。僕は捜査パトロールカー。捜査パトロールカー。大きい電光掲示板で道路の状況をお知らせしているよ。やっほー、サインカーだよ。バイデン大統領が通る道路は他の車を通れなくするんだ。交通規制っていうよ。これは安全のためなんだ。どうも、警察機動隊のフォークリフトです。よろしく頼む。植木を移動させているんだ。機動隊フォークリフト。バイデン大統領が通れるようにどかしておいた植木を元の場所に戻そうとしているところなんだ。頑張って。ここだよね。国会議事堂です。手前には機動隊の車がずらりと並んでいます。
はじめまして。機動隊輸送車。窓は金網で頑丈そうだね。機動隊員を運ぶバスです。うわ、機動隊員をたくさん乗せて走っています。機動隊の車には数字が書いてあるよ。機動隊には第一機動隊から第9機動隊まであるんです。これは第9機動隊、これは第3機動隊。あれ？特ってなんだろう？特化車両隊の車だよ。特化車両隊はこんな変わった車だね。特19だからこれも特化車両隊。これも爆発物処理用重機。爆発から作業員を守る壁があるね。これは何？機動隊員が寝るための車なんだって。それじゃあ最後に桜田門から登場するバイデン大統領たちの車をもう一度見てみましょう。日本とアメリカの国旗をパタパタさせている車にバイデン大統領は乗ってるよ。真っ黒の車がビュンビュン、すごい速いスピードでバイデン大統領を乗せた車を追いかけていったよ。それから日本の警察車両もバイデン大統領をお守りするために一緒に走っていったよ。そろそろパトロールカーが来るはずなんだけどな。ほら来たよ。パトカーの前の車はまん丸いの頭に乗ってるね。電波を妨害する車なんだって。来るのは第9機動隊の車だね。9って書いてあったからね。さあ最後にバイデン大統領と同じ景色を見てみます。警視庁の場所をおさらい。赤いレンガの法務省の向かい側、ここに警視庁があるよ。機動隊フォークリフト君、お疲れ様。それじゃあみんな最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあまたねー。